川越の皆様こんにちは。お元気でいらっしゃいますか。月に一度この場所でキリストの愛を伝えるために、そう今日も川越にやってきました。天気がですね、非常に不安定な台風14号が進行しているような中で、今日は午後になってから雨がやって、午後2時まではですね、ものすごい土砂降りの雨だったんですよね。東京新宿から参りました弁護士の加藤直樹と申しますが、しばらくですね、私たちはこの場所でキリストの愛を皆様にお伝えする、そのような活動をさせていただきたいと思っております。イエス・キリストはあなたを愛しています。私たちもあなたを愛しています。どうぞイエス様が今日あなたに出会ってくださいますように、そう心から願います。川越の皆さん、こんにちは。お元気でいらっしゃいますか。台風14号が接近する中で、温帯低気圧に変化し、またこの台風が過ぎて行ってしまったんでしょうかね。傘を持って歩かなければいけないような一日ですけれど、でもこのように活動が開始できるこの時間に雨が止んだってこと、
嬉しいです。雨の日は雨、晴れの日は晴れるやということで、今日皆さん、私たちの人生は普通は嬉しいことは嬉しい、嫌なことは、でも皆さん、私たちを愛し私たちを作られた神を信じる人はマイナスもプラスも全部感謝できるんですね。プラスのことはプラスなので感謝できる。でもマイナスのことも、こんにちは、お元気ですか。イエス様があなたを愛しています。立ち止まっていただいてありがとうございます。川辺の皆さん、こんにちは。そして中学生の皆さんもね、今日は立ち止まっていただいて心から嬉しく思います。神はあなたを愛しています。今日そのニュースをお届けに参りました。ストリートライブを通して神があなたと共にいてくれる、そのことを皆さんに伝えたいと思います。考えの皆様にお伝えしたいと思います。イエス・キリストはあなたを愛しています。本日変わらない神の愛がこの場所にあります。素敵な皆様に神の愛が目に見えないけどここにおられるということをどうぞお知らせしたいと思いますので、ぜひ受け止めていただきたいと思います。神あなたを愛しています。誰も見たことのないことが今この地を通る、誰も聞かないことのないことが祈りが聞こえ
目の皆様、お元気ですか？素敵な奥様、お姉様もお兄様も、イエス・キリストがあなたを愛しています。神の愛は変わることがない。今日あなたにこの神の愛が豊かに注がれています。今日イエス・キリストを信じるならば、第一番ね、罪が許されます。そして罪って何でしょう？バトン外れのことです。神から離れているその状態を罪と言います。でもその罪を私たちは神の愛によってもう一度許し、そして素敵なお姉さんたちはね、これからまだまだ長生きすると思いますけど、でも永遠の命を神様からもらって、そしてその神の愛によって元気に幸せに生きてってもらいたいなと思っております。神はあなたを愛しています。あなたは愛されています。君は愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。君は愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。
神はあなたを愛しておられます。またお会いいたしましょう。イエスステアーマ、イエススルビットテビア、マハルカニジーザス、タジャハオ、イエスアイニー、ヨロブアニアセオ、イエスに対するサラミナ、川の駅北口、東口、この2階デッキにおいて、今日あなたに、あなたのハートに響きたい、あなたのハートにお届けしたい、ジーザスの愛、ジーザスラブスユ、イエス様はあなたを愛しています。まあ、今日午後1時ぐらいに、まあ、ここへ来まして、まあ、雨が土砂降りで、そして運動、そして食事兼ねてですね、この商店街を歩いていったんですね。立川マシマシというねラーメン屋さんを発見してね、おっということで入ったんですね。麺の量を減らして小盛りにして、そして野菜を2キロ、いやーさすがに多かったですね。食事はやっぱりね適量、朝食ぐらいのがいいと言われておりますけれど、でも神の言葉はいっぱい心の中に食べてもらいたいとそう思います。神はあなたを愛しています。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。イエス様あなたを愛しています。イエス愛に、イエスに対してのサラダ、イエス様あなたを愛しています。イエス様あなたを愛しています。また撮ってくれましたね。イエス様あなたを愛しています。財産や人の幸せを奪う、そういう詐欺的な団体ですよね。でもイエス・キリストは宗教ではない。イエス・キリストは人となった神、そしてあなたを愛し、あなたと共にいてくれる、そういうお方です。今日皆様に神の愛を直接語りかけたいと思います。イエス様があなたを愛しています。神はあなたを愛しています。
かにジーザス、まはるかジーザス、デリビジーザス、ジーザスラブシュー。お元気ですか？イエス様があなたを愛しています。イエス様はあなたを愛しています。ヘッドホンのその外から聞こえるキリストの愛、神はあなたを愛しておられます。有名な賛美歌の輝くのは青くという歌を続いてございます。この自然を見て、まあ、見上げるとクレーンが見えます。でもクレーンってすごいな。でもそれは神様がくださった知恵によって、人間に与えられた知恵によってああいうものを作ったんですよね。でも自然の前には、まあ、今回の台風14号によってですね、なんとクレーンが折れてしまうってね、そういう惨事が起こっているぐらいですよ、ね、神の力っていうのはすごいなって思いますね。私をお父さんを作られたお方、その神様が人となって2022年前来られた、そのお方がイエス・キリストという方です。そのお方は自然も作り、世界も作り、私たちを作ったお方です。
神だなと思いしています。お元気ですか？今日ストリートライブまた外体説を通してイエスキリストのあなたを愛していることをお伝えいたします。まあ、今テレビで話題になっているマスコミを探しているのは統一教会、まあ、あれは本物の、ね、詐欺ですけれどね。でもイエスキリストを同じように見ないでほしい。イエスキリストは神様です。統一教会はイエスキリストを真似してイエスキリストの信頼を利用して人を騙してきたんですね。今その化けの皮が剥がれて、そしてこれからはキリストの愛がこの日本に満ちる、そういう日が近づこうとしています。皆さん、人生は一度だけ。あなたは愛されている。こんにちは。イエス様を信じたら天国行けます。間もなくあなたの名前。元気ですか？かわいいマスクしてるね。楽しく会いましょう、あなたと同じ人、神様の空の綺麗な綺麗な川、あなた愛してます。イエスキリストって誰でしょうか？神様です。神といっても人間が作った宗教ではなく、私たち人間を作った神様、このお方がイエスキリスト。神様といっても目に見えない、だから目に見える人間の姿をとってこの地上に来られたイエスキリスト。2022年前神の一人子が生まれた、この出来事を皆さんクリスマスとして皆さんご存知ですよね。あれはクリスマスってほとんど話でもない。わかんないですけど、クリスマスは神が私たちを救うために、神の側が人間になってこの地上に来られたんですね。忘れないでください。イエス様、あなたを愛しています。振り打ち砕かれた罪の鐘から光跟他们
病床で弱ってしまっていますけれども、まあ、あのアントニオ猪木の燃える闘魂のあのガウン、あれは理にかなっているんですよね。そしてイエス・キリストが流された血も赤です。イエス・キリストの血、あなたの罪許し、あなたの過去を洗い、高校生、中学生のお兄さんたち、ぜひ
今日は聖書を皆さんに無料でプレゼントしております。こんにちは、お元気ですか？聖書をプレゼントしています。もしよかったらもらってくださいね。イエス様のと愛しています。ガテシ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 ガテイエス様をご愛しています。イエスキリストはあなたの救い主、素敵なあなたの未来、死後の永遠の命、救いだけではなくて現世でも神はあなたに幸せを与えます。まあ、仏教が言うように四苦八苦、私たちの人生生老病死、仏教っていうのはね、非常に現実的な宗教です。ですから現実をよく見て、それを明らかに見る、明らかに見てそのまま受け入れる、諦める。まあ、ですからね、現実を受け入れたければ、現実を生きたければ仏教はいいです。でも聖書はそこまでならば50点。イエス・キリストは私たちが現実を受け入れるように、人生において逃れられる道を与え、耐えられない試練を与えることがない。皆さん、どんなに辛くても神は私たちに救いを与え、耐えられない試練を与えることがないばかりか、私たちに永遠の命を下さる。皆さん、永遠の命を、つまりハッピーエンドだと思います。皆さん、ハッピーエンドってことは、もう人生心配がない。私たちは今日のこと、明日のこと心配なんじゃないでしょうか。新型コロナにかからないかな、人間関係、経済、でもそのような心配があったとしても、皆さん、神はスズメ一羽でさえも神のお許しなければ地に落ちない。つまりね、お父さん、その心配があると思いますけどね、神を信じたら心配なくなるんですよ。なぜならば、神様は私たちに助けを与えるということは、つまりそれは私たちに変えられる。神は助けを与えてくださる。皆さん、その救い主イエスキリストを知ってください。主イエスの他にはない、その名どこかにはない、主イエスの皆だけが栄光素敵ですね。元気もらっちゃってます。ありがとうございます。イエス様、知ってますか？イエス様、私たちを作ってくれた神様さん、聖書もらってますね。読んでみてね。
催したいと思います。2人のお姉さんがね、なんで素敵かその素敵であるその理由を教えてあげましょうか。それは神様がお姉さんたち作ったからなんですね。神の作品なんです。皆さん、人が進化したなんて本当に信じてますか？進化って自動的に、ね、良くなっていくっていうことですけれど、人は劣化してるんですね。まあ、つまり年取れば来るほどね、老い、加齢、そしてこの楽器だってそうだ、このスピーカーだってそうだ、乗ってる車もね、中古になってやがて古くなる。進化するどころか人は劣化していく。こんなに便利な社会になっても人類は核爆弾を自分の利益、自国の利益のために使っている。ロシアがウクライナに侵攻したの出来事、なぜウクライナにアメリカや NATO、ヨーロッパが武器を与えて、あのイエス様の名前を付けます。聖書もらったことあるな、よかったら読みますね。あんな聖書と、なぜウクライナがロシアをやっつけるように武器を上げないのか。あのね、ロシアってプライド高いんですよ。そしてあのプーチン大統領は自分の延命のためになんともね、長期化させる。そしてもしね、ロシアをウクライナやっつけたとしたらどうなるか。核爆弾を使ってきますよ。まあ、だからね、下手なことできない、長引いてしまう。人は愚かにもそのような科学技術を、核爆弾を戦争に使い、全然人は進化していない。ますます愛がなくなり、ますます憎しみ合い、殺し合って。皆さん、今この世界に最も必要なのは金でしょうか、技術でしょうか、科学でしょうか、医療でしょうか。まあ、一番必要としているのは神の愛ではないでしょうか。どうも、笑顔が素敵です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。またまたお会いしましょう。
元気な
女の子として育っていきます。祝福してください。守ってください。イエス様になります。なんか言ってくれてるのね。ありがとうございました。もうね、本当にとても嬉しいです。またね、また会おうね。またね。はい、失礼します。レナちゃん、レナちゃん、レナちゃん、あ、丁寧のねね、またね。お母さんも素敵ですね。立ち止まっていただいてね、ありがとうございました。ただ一つのこと、私は願う、あなたのそばで永遠に生きること。イエス様の大切な
外観展望させていただいております。素敵な仲間たちが近くでいい選手を配ったりとしております。学校の帰りのお姉さん、イエス様に愛されています。人の価値というのは神によって作られたからあるんですよ。価値はそして神に愛されているから価値があるんですね。知ってましたか？神は愛されたジーザスなんですよ。イエス愛にイエスに対して定めたイエス様のお愛しています。イエス・キリストの愛をあなたにお届けいたします。